はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方をやっていきましょう。今回は、特にこれと言ってないんですが、コメントの方で、セイリーさんのアリーナのバトルね、久しぶりに見たいですっていうコメントがあったんで、僕自身アリーナの動画っていうのはあんまり最近出してなかったんで、今回ねシンプルにアリーナバトルをしていこうと思ってます。とその前に今日、アップデートがねありましたね。で3月26日アップデートについて、格闘家8門の解禁が、正門まで2代目ミスター空手 MIA の、正門までが解禁されてます。これに関しては僕 LR 量をね取りに行くつもりなんで、やっぱりこの正門までの能力っていうのがねすごい気になるとこですが、情報を公開してくれたりしないんかな。やっぱこれは取得するまでわからないって、感じなんですかね。やっぱ気になってる人も多いと思うんでね、その辺もしね情報とか公開してくれたらね嬉しいんですが、どうなんですかね。で招待状争奪戦で2代目ミスターから手 MIA の育成継承の実装。招待状争奪戦ってあれですよね、先月から来てるコンテンツのやつなんですが、これに関してね僕も先月勝てなかったんで、なんか自分自身がめちゃめちゃ強く設定されてて全く勝てなかったんで、もう時間もったいないからすぐ諦めたんですよね。 2,3 回やってもこれ無理やなと思ったからね、そっから一切やってないんですが、今月も来るみたいですね。っていうか毎月来るんかな、この新しいキャラをなんか触れるみたいなね感じやと思うんですが、めちゃめちゃ強いんやったらまた僕ね一瞬で諦めようと思ってますが、その辺の調整がこうされてたらねいいんですが、どうなんですかね。はい、とアップデート内容はこんな感じでして、でアリーナ行きましょうか。じゃあね、アリーナバトル、もうねクーラ S マックスと K ダッシュの S マックス持ちの人にはねほとんど勝てなくてマジで強いんですよね。で僕今たまたま3位にいるんですけど、もう上位5名にはねほとんど勝てないっていう状況になってて、いつもね6位ぐらいにいるんですけどね、今日はたまたま3位にいますが、じゃあ誰行きましょうかね。2人だけ行こうと思ってるんですが、そうやね、8位の今マクさんっているんですが、この方ね、最近ミズチを外したんですね。でミズチ陣形じゃないチームってね今の環境やとすごい珍しいと思うんですが、見事にこの未成年のチームでまとめてるので、メイテン君も最近入れて未成年パになってるので、純正な未成年パっていうことでね、マックさん行きましょうかね。マックさん、じゃあ戦いましょうか。こんな感じのメンバーで、先制値も僕がやや勝ってるぐらいかな、戦闘力もほぼほぼ同じぐらいなんで、じゃあ行きましょう。マックさん早速もう一発勝負で行きますので、このまま行かせてもらいます。さあボタン押しました、挑戦。マクさんはねどうかな、勝率 50% ぐらいかな。マクさんに関してはいつもねいい勝負してるので本当にどっちが勝っても、おかしくないっていう状況ですね。水地がいない分やっぱ防御力はないんですが、その辺をねこうついていければいいんですけどね、見た目的にもやっぱ未成年で揃えてるのですごい個性的な、チームに仕上がってます。さあマロカレークリティカル出まくってますね。やっぱ水地はねクリティカル出たらかなりダメージ取るので、その辺を本当に僕も今後ね防御のミスター空手入れてクリティカル率を上げていければと思ってるんですが、さあクーラー来たよ S マックス、これはもう確定なんでね。うわーちょっと待って、沈黙しまくってるよ。凍結2体と沈黙3体でやばいね。さあマックスチェーンドライブ、ハイパーチェーンドライブ、さあここはハイパーチェーンドライブちゃうね、チェーンドライブか。さあ来た S マックスメドレー、これマッチャーはシールド貼るかな、この状態上祭りえぐいね。ああ来たメイテン、おやすみなさーい、寝てますね。マチュアがもうどんな状態だよこれ凍結してさらに眠ってるっていうね、投資するパターンのやつですねこれは。さあなんとかラルフはいけますね、打てます。さあゲニッツが状態上解除するが凍りまくってるので全然やばいですねこれは。さあここで、ああ水地がゲージたまらなかった、これやばいぞ、状態上がひどい。さあ次クーラー打ってきたらやばいね。あなんとか耐えたか、ただこれで怒り上げされるのでクーラーが溜まったらやばいんですけど、さあどうかな、もう怒り上げできるキャラいないかな。さあ来た S マックス、あーラルフやばいんちゃうこれ、ラルフやばい、いけるいける、耐えろ耐えろ、ラルフがやられるとねもうマジで勝ち目なくなるんで、なんとかこらえてほしい。さあチェーンドライブ狙い、セカンド1ピが出ている、おっと耐えたか、このターンでなんとか巻き返ししていきたいね。さあ巻き返すことはできるのか、 S マックスジョーカー、早くもジョーカーを手にしてます。トランプマンが切り刻んでゼロストライカー出てきた。さあここはホーリーライトでなんとか回復を入れていきたい。さ
さあ聖なる光照らしてからのジェットバルカンパンチ、クーラーに向かってパンチの百裂パンチ。さあメドレー来た、メドレー打つんですが、この件数はダメージカットがあるのでやっぱり倒せないですよね。さあアサシンスラッシャーは160万、あこれでなんとかダメージを削っていきたいが、やばい、ヘブンズゲートで件数倒せるか、あーダメージカットが強い。あでも女神官倒したな、女神官倒したのはかなりでかいかな。もう復活はできないのでね、やっぱり先に女神官を倒せましたが、さあここで水内陣形の効果がね、水内入れてたとしても3ターン目にはもう切れてるので、ここからが本当に勝負というところか。あーゼロストライカー来た、マックさんもやっぱゼロストライカーね使ってるのでちょっと親近感ありますよね。さあチェーンドライブ、うおー後列にも与えていく。さあ来たよ本家チェーンドライブ、来ました、全力の腹パンチ、どなんや、うおーシールドがあったんかな、今なんとか耐えた。おやすみなさいは寝ている、アテラが寝た。ただラルフがね結構、シールドもあって HP もあるのでまだなんとかこらえれそうか、なんとかこらえそうですが、状態上が結構ひどいですね。さあゲニ、優秀なゲニが出てきた、状態上解除してからの、ジョーカーはさっき手にしてたが今回は素肌クラブでした。さあバルカンパンチ打っていく、固定ダメージもあるんですがこのメイティングもねダメージカットがあるので全然減らせないですね。さあスキルが出て、ミルチはミルチもスキルが出ている、全体化はしてないですね。アテナがねなんとか必殺打ちたいんですが、 S マックスメドレー、あーこれはマチオやばいか、マチオはやられそうな感じもするが、あー白夜無双、うおー毎ターン寝るな、わーアテナが寝ている。さあセカンドイップからスキルが出ている、このメイティングのスキル固定ダメージがあるんでね結構ダメージ取ってくるところ。さあ闇洞窟で解除して S マックスマロカレ打つが、アテナが打てない、アテナが打てないのがちょっと辛いな。スキルはラルフが出てます、お全体化払え、いいね。おクーラ倒したか、クーラ倒しましたよ、このクーラ倒したのはかなりでかいかな。さあマックスチェーンドライブは来るが、女神官シールド貼ってます、シールド貼ってるのでなんとか耐えたが、チェーンドライブからの全力の腹パンチ、腹パンチ打っていく、このシールドがマジ優秀ですね。こうやって見るとやっぱシールドの存在っていうのはかなりでかいですよね。今の、腹パンチも K ダッシュの必殺も防いでるのでね。さあここは S マックスジョーカーで削っていきたいが、メイテン君に飛ぶのでダメージカットが入ります。さあゼロストライカーは単体攻撃、たーかっこよすぎる、このゼロがねマジかっこいいんですよね。もうほんまにゼロはねあの必殺かっこよくないですかっていうか僕めっちゃ好きなんですけどねあれ。さあここは S マックスメドレーで回復入れていきたいところ。さあ状況は結構有利に見えますね、かなり展開的にも恵まれているかと思います。さあヘブンズゲートでとどめを刺したいが、メイテンはダメージカットが入っている、スキルは全キャラ出ている、ヒールから爆弾パンチサイコソード。さあ全体化した払いでデスローで削っていく、アテナを倒しました。さあマックスチェーンドライブ、さあクリティカルが出てやばいか、ラルフはなんとか硬いですね。ラルフはさあ白夜無双おやすみなさい、寝ている、寝ているのは女神官、スキルでダメージを取っていく、うん、S マックスマロカレー、これはもう展開に恵まれたかな、かなり、クーラーを早いこと倒したし、やっぱその前に女神官も早い段階で倒してたんでそこが結構良かったかなと思ってますが、さあデスローで削っていく、マックスチェーンドライブ来た、クリティカルが毎ターン出ますよ。ただラルフはねやっぱ硬いですね、まあ、もう僕はもうラルフが本当にね好きなんで、あのラルフを特化してるのでこのラルフがやられてしまうと逆にもう勝ち目がないっていうね、そんなチームに、なってます。サイスマックスジョーカーで削っていく、やっぱりこのあれですね8ターンとか9ターンが経過するので、まあ、空手を入れて本当にこの HP 回復率ダウンがどんな感じになっていくのかね気になりますが、さあバルカンパンチで削っていって、おまだレオナ出てくる、レオナが3回目かな、これは3回目のレオナが、さあアサシンスラッシャー、うんこれでとどめさせないが、さすがに水内でとどめを刺していきます。やっぱ水内陣形がない分そこを結構ね有利に進めてくれたんかなと思います。でも見た目がね本当に水内がいないからものすごい個性的になってて、もう純正なね、未成年パに仕上がってます。マクさん対戦の方ありがとうございました。ではこのまま、もう一戦いきましょうかね、バツオジかショータンかどっちに行こうかな、バツオジかショータン、うん、バツイチおじさんはあのホノパで K ダッシュがねものすごい強いんですよね。でショータンは結構女子パー寄せかな、女性キャラによってるんですが、じゃあバツイチおじさん行きましょうかね、早速行きましょうか。バツイチおじさんはねマジでもう勝てないですね、前は結構勝ててたんですけど
やっぱりクーラーと K ダッシュのこのコンビがもうものすごい強くて、多分今10回やっても1回勝てるかな、いや勝たれへんかな、多分ね10回やっても10回負けるぐらい強いですね。で K ダッシュがやっぱりあのサーバー位置の戦闘力を持ってるので83万ぐらいに、ね、多分 K ダッシュ戦闘力あるんですけどね、めちゃくちゃ特化、されてる方です。スキルが出てデスローを削っていく、もうねハイパーチェーンドライブはね半端ないんで、マジでうんこ漏れるぐらいの強さなんで、あの動画もね出してるんですけど、マジであれおもらししますよね。うお、来た大爆発。さあガイアニックバースト S マックス来るよ来るよ、 K ダッシュ来るよ。さあその前に S マックスグレイシアリッジで氷は確定ですよね、凍結は確定。あー大宮はでもね武器がないんでね、水内はそのうち水内は外すつもりなんかな。さあここバスタウルフ来た、 S マックスハイパーチェンドライブやめて、ラルフはあーちょっとうんこ漏れるってマジで、これマジかよ、一ターンでラルフやられるか、これっすよマジで。もうこの火力はねもう本気でどうしようもないね。もうなんとか女神官で復活をしていきたいんですが、凍結してるんでね厳しいかな。ただ3ターン目も一応チャンスはあるので、そこまでにでも女神官がもうね生きてるイメージがないんですよね。そこまでに耐えてくれたらいいですが、おおオズワルドめまい入れまくったよ今四方にめまい入れたな。ここで女神官が必殺を打てればラルフを生き返すことができるんですが、ただね鬼のように強い K ダッシュが打ってきますよね。あー来た、ゲイザーも来る。さあバースタウルフから、あーやめろ、ゲイザー吹っ飛ばして、おこれは女神官ワンチャン耐えるか、女神官が耐えてくれれば、あー2連発来た、マジかマジか、僕の期待も虚しく。うわこれもうね勝てるイメージ湧かないですよね、めちゃめちゃ強いな、本気で強い。もうこの、やっぱクーラー云々より K ダッシュが強いね。これはどう見ても K ダッシュがもう粉砕していくので、でやっぱねものすごい特化されている分、僕のこのラルフも一瞬でやられてしまうんですよね。まあそうなるともう本当にねもう手も足も出ないっていう状況になってます。さあクーラーなんとか、あれ入れたけど、フローズン入れたけど、まあ無意味やな。でも S マックスメドレーで削られて、まだ来ますよねハイパーチェンドライブが、来るよ来るよ。 S マックスガイアニックバーストで、おお結構減るね。春英もね今も見なくなったんですけど、今の火力見てるとねなかなかやっぱ攻撃型やなっていう感じですね。さあ大宮打ってからの、来たよ S マックス、片付けてやるぜって言ってるよ。うおえぐいってマジで、打つたびにやられていくね、打つたびに確実に誰かがやられていく。さあバーンナックルからセカンドイップ、強い、お見事。もうほんとねマジで手回しも出ないって感じですね。はい、僕の今のねアリーナ環境はねこんな感じになってます。で LR 量入れてねどんな感じになるのかなんですが、まあでもあの K ダッシュのあのものすごい火力を見たらね、多分っていうかほぼ確実にワンパンされると思ってるんであとはやっぱカウンターでどんだけ削れるかっていうところですよね。まあどうなるかわからないんですが、とりあえず LR 量はね、取ろうとは思ってるんでね、また取ったら取ったでアリーナも戦っていくんで、よかったらねそれも配信見てください。はい、では今回は、こんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。